イマジナリーフレンド？そう、その怪物くんはきっとめぐるにしか見えない友達なんだよ。うん、でもね、ママ、俺欲しいんだ。楽しいサッカーが一緒にできる本当の友達が。バチラめぐるはサッカーが大好きでした。寝ても覚めても朝から晩までずっとずっとボールを蹴って暮らしていました。バーン！つまんない。帰ってゲームしようぜ。なんで、なんで？行こうぜ。変だろこいつ。に俺は変じゃない。はっ、キモいんだよ。俺は変じゃない。行くよ。そしてめぐるは怪物とサッカーをするようになりました。だって画面の向こうのストライカーたちは怪物みたいにプレーしてる。いつかこんなサッカーがしてみたい。もしもこのまま一人ぼっちでサッカーをするとしたら。俺って変かな。